会場の皆様、ご起立ください。ただいまより、令和3年、あわら市成人式を挙行いたします。一同、礼。国歌斉唱。演奏が流れますので、静かにお聞きください。市民憲章朗読、柳川龍之介さんが朗読します。皆様はしおりをご覧いただき、心の中でご唱和ください。雄大な海と優しい湖、美しき山に清らかな川、豊かな緑をもたらす大地、そして癒しの湯、先人が築き上げてきた歴史と文化が息づく町、あわら市。私たちはこの町の市民であることに誇りと責任を持ち、活力に満ちた魅力的な町を作るためにこの憲章を定めます。一つ、守ります。美しい自然を。一つ、作ります。豊かな文化を。一つ、育てます。学びの心を。一つ、鍛えます。健やかな体を。一つ、伝えます。働く喜びを。一つ、広げます。助け合いの輪を。一つ、愛します。私たちのふるさとを。式辞。主催者を代表し、佐々木康夫あわら市長が式辞を述べます。式辞を申し上げます前に、一言ちょっとお話を申し上げます。本日こうした大雪の中で、成人式を開催する運びとなりました。昨日より雪が降り続く中ですね、非常に心配いたしまして、私ども市役所職員一丸となって昼夜を問わず道路の除雪、あるいはあとグランドホテルの駐車場の除雪などに取り組みましたが、いろいろ足元が悪い中ですね、家から来るのも大変だったと思います。こうした中、多くの皆様がこういう形でご参加いただき本当にありがとうございます。皆様の晴れ晴れしい姿を見て心より嬉しく思っております。さて、式場を述べさせていただきます。本日晴れて成人式を迎えられた皆さん、おめでとうございます。あわら市を代表してお祝いを申し上げます。またご来賓の皆様には、公私ともにご対応の中、明日を担う若者たちの晴れの門出にご臨席を賜り、誠にありがとうございます。新成人となられた皆さん、本日、名実ともに社会の責任ある一員として認められる
人生の節目を迎えられました。皆さんの前途が輝きに満ちた明るいものになるよう心からお祈り申し上げます。さて、依然として新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない現状において、ウィズコロナ時代における新しい異性活様式が求められています。今年の成人式は新型コロナウイルス感染拡大の影響の中、金津地区と阿波羅地区に会場を分けるなど感染症対策を講じて開催することができましたが、昨年は、各種行事やイベントが中止となるなど市民生活や地域経済は一変いたしました。また北陸新幹線金沢敦賀間の開業について、当初予定していた令和5年春から1年遅れるという見通しが国から示されました。新幹線開業を地域活性化の起爆剤として捉えてきた阿波羅市としては極めて残念でなりません。しかし、こうした中でも市では新幹線開業は市政を大きく飛躍させる千載一遇のチャンスと捉え、今後も歩みを止めることなく予定通り令和5年春の完成を目指して駅周辺整備などを進めてまいります。このような中、皆さんにぜひお願いしたいことがあります。夢や希望、そして志を持って努力していただきたいということです。私は若い皆さんの夢や希望、そして志が世界、日本、そして阿波羅市の未来を明るくするものになる、していくものと考えております。厳しい時代ですが、コロナに打ち勝ち、3年後の北陸新幹線福井開業をビッグチャンスとして捉えるなどし、未来に向け大きな夢や希望を持ち、今回のテーマ舞にあるように自分の志の実現に向け力強く回っていただきたいと思います。阿波羅市では10年先、20年先を見据え、誰もが夢や希望を持ち、ワクワクドキドキキラキラと笑顔で元気に暮らす、誰もがときめく阿波羅市の実現を目指しています。このため結婚や出産、子育ての支援を強化するとともに、移住・定住やふるさと教育の充実などにも努めています。ここふるさと阿波羅には豊かな自然や歴史文化に加え、世界に誇れる技術を持つ製造業や趣向を凝らして観光客をおもてなしする旅館業、大地の恵みを生かして作物を育てる農業など、さまざまな産業はバランスよくあり、やりがいを持って働ける場所がたくさんございます。阿波羅市ではブリッジという阿波羅市の企業の魅力を紹介するガイドブックを作成しています。本日皆さんに配布させていただいております。この本です。このガイドブックには皆さんと阿波羅市をつなぐブリッジ、架け橋、また皆さんの輝く未来への架け橋となり、楽しく働き幸せに過ごせる人生を歩まれることを願って昨年作成したものです。そして県外にいる方も将来入団していただき、皆さんの未来予想図にぜひ阿波羅市での活躍が描かれていることを心から願っています。将来阿波羅市に戻っていただきたいという私の願いが叶わなくても、このガイドブックで紹介しているこの阿波羅市のことを愛し続け、阿波羅市の応援団でいてほしいと願っています。結びになりますが、改めて皆さんの輝かしい門出を心からお祝い申し上げますとともに、揚々たる前途に向かって検証にてご活躍されることを心から祈念いたしまして、私のお式辞といたします。令和3年1月10日阿波羅市長選挙を終わります。で、続き
きまして、本日お忙しい中、ご臨席賜りましたご来賓の方々よりご祝辞をいただきます。はじめに、あわら市議会議長、山田茂樹様、お願いいたします。祝辞、市議会を代表いたしまして、一言お祝いの言葉を申し上げます。本日、成人式を迎えられます皆さん、誠におめでとうございます。あわら市の次の世代を担う皆さんが心身ともに健やかに成長され、立派な成人になられましたことに心からお喜びを申し上げます。今年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、皆さんの学びや仕事にも多大な影響を及ぼしていることと思われます。地域経済も危機的状況に追い込まれ、先の見えない不安とウイルスへの恐怖を感じる日々に翻弄されております。一日も早い収束を願いつつ、議題といたしましても最大限の努力をしてまいりたいと思います。さて、皆様がこれまで学校や社会で学ばれましたことは地獄に例えれば幹の部分であります。大きな枝を張り立派な葉が茂るのはこれからであります。努力を惜しまず、これからの人生常に希望を持って歩んでいただきたいと思います。この阿波市に生まれ育ったことを誇りに、これからの新しい時代をご自身の手で築いて行っていただきたいと思います。今、阿波市では北陸新幹線阿波温泉駅開業を控え、駅周辺整備をはじめとした特色あるまちづくりに取り組んでおります。残念ながら開業の延期が示されておりますが、この未来につながるまちづくりには、皆さんのような若き人々のアイデアとエネルギーがぜひとも必要であります。どうかこの阿波市のまちづくりに大いに関心を持っていただき、皆さんのための新しい時代を築く一役を担っていただくことを期待するものであります。結びに今後とも健康に十分留意され、ようようたる前途に向かって存分のご活躍をされますことを心からご祈念申し上げますとともに、本日の成人式の開催にご尽力賜りました実行委員会の方々に敬意を表し、私のお祝いの言葉といたします。令和3年1月10日阿波市議会議長山田茂樹で、ありがとうございました。次に福井県議会議員笹岡和彦様、お願いいたします。阿波市阿波地区110名の新成人の皆様方、今日は晴れのご成人誠におめでとうございます。大雪とコロナの中での成人式ということで、皆様方はきっとこの日を一生忘れられないんじゃないかなと思います。ただ今日まで皆様方も大変努力をされてきたと思いますし、また皆様方のご家族も皆様方をお育てするためにですね、大変なご尽力をされてきたことを忘れないでいていただきたい。そして今日の開催のために携わった全ての関係者の皆様方への感謝も忘れないでいただきたいと思います。さて、長年にわたって日本は地方から東京、都会の方にどん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 若者が流出をしてまいりました。そしてそのために地方はどんどん衰退をしてきました。地方というのは食料を作ります、電気等のエネルギーを作ります、また人材もたくさん都市部に供給をしている、そういう供給源だったわけでございますが、
その地方が衰退をすると当然その供給を受けていた東京都市部も衰退をしていく、ひいては日本全体も衰退をしていくということに大変大きな危機感を感じているところでございます。福井県も昨年新知事の下で20年後の長期ビジョンというものを策定をいたしました。その中で人口減少対策というのが最もメインとして取り組んでいるところでございます。ただこれは20年後のものでございますので到底我々の及ぶところではございません。このビジョンはここにいらっしゃる皆さんはじめとする若い皆様方のためのものでありますし、ひいては日本全体のものだと信じているところでございます。コロナによってですね、世の中は大変大きな変化をしております。特に私はその中で注目すべきは昨年の6月からそれまで地方から東京にどん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 若者が流出していくためにですね、転入超過だった東京がですね、初めて東京から脱出する若者がそれよりも多い数になってしまったんですね。そして後半は毎月そういう記録が更新されておりまして、もうこれが一つの大きなターニングポイントになっているようであります。その原因はもちろんコロナの感染から逃れたいという思いが一番だと思いますけれども、それだけじゃなくてやはりテレワークを使ってですね、自然豊かな人間らしい生活をしたい、家族の近くで家族と一緒に喜びを分かち合いながら暮らしたい、そんな思いがこういうふうな現象をもたらしているのではないかなというふうに分析をしているところでございます。逆にですね、福井県そして阿波羅市は新しい時代を迎えようとしております。先ほど佐々木市長がおっしゃられたように1年遅れたとはいえ3年後には北陸新幹線の阿波羅温泉駅が開業されます。そして中部縦貫も開業され国道8号線の4車線化もできます。また北方湖周遊サイクリングロードや道の駅も計画をされている。もうすぐそこまで新時代が迫ってきているわけでございます。できましたら皆様方にこのふるさと建設のですね、力になっていただきたい。もちろん皆様方には自分の夢、自分の自己実現をしていただきたい。そのためには世界のどこで生きようと、それは皆様方の自由でありますけれども、心のどこかに、いや心の根っこの部分にですね、ふるさとに何らかの形で貢献したいという思いをどうか成人を機に抱いていただければ、こんなに嬉しいことはございません。結びになりましたけれども、新成人の皆様方の人生に幸多かろうことを心より記念を申し上げまして、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。で、20歳の決意、新成人の皆さんはご起立ください。市長はステージ中央へお願いします。新成人を代表しまして橋向井千恵さん、前にお進みください。
努めてまいりたいと考えております。さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延という状況の中、経済活動の制限やオンライン授業、リモートワークなど今までにない環境の変化に戸惑うことばかりでした。そしてその大変な状況は今も続き、この成人式も全員がマスクを着用し、あわら地区と金津地区に会場を分散しての開催となりました。このようにいろいろな対応をコロナ禍における新しい生活様式として受け入れていかざるを得ません。新しい時代を担っていく私たちはまだまだ試練が続きますが、気持ちを新たにして仕事や学業など自分の道をしっかりと進んでまいります。今はとても大変な時ではありますが、それぞれが夢や希望を胸により一層精進してまいります。どうか私たちの成長を温かく見守っていただき、これからの活躍にご期待ください。令和3年1月10日新成人代表橋向一恵。市長は席へお戻りください。会場の皆様ご起立ください。以上をもちまして令和3年あわら市成人式を終了いたします。一郎礼。新成人の皆さんはご着席ください。会場の皆様ご起立ください。ただいまより令和3年あわら市成人式を挙行いたします。一同礼。国歌斉唱、演奏が流れますので静かにお聞きください。ご着席ください。市民憲章朗読、丸山風斗さんが朗読します。皆様はしおりをご覧いただき、心の中でご唱和ください。あわら市民憲章。雄大な海と優しい湖、美しき山に清らかな川、豊かな実りをもたらす大地、そして癒しの湯。先人が築き上げてきた歴史と文化が息づく町、あわら市。私たちはこの町の市民であることに誇りと責任を持ち、活力に満ちた魅力的な町を作るためにこの憲章を定めます。一つ、守ります美しい自然を。
一つ作ります豊かな文化を、一つ育てます学びの心を、一つ鍛えます健やかな体を、一つ伝えます働く喜びを、一つ広げます助け合いの輪を、一つ愛します私たちのふるさとを。式辞、主催者を代表し佐々木康夫小原市長が式辞を述べます。式辞を申し上げます前に一言ちょっとお話をします。本日はこの大雪の中ではありますが、成人式を開催することといたしました。なんとかこの成人式を成功させようと、市職員が一丸となり昨日より昼夜を問わず市内の道路の除雪、あるいはここの駐車場の除雪など全力で取り組んでまいりました。足元が悪い中、多くの方がご参加いただき、皆様の華やかな姿を拝見するとき、こういう日ではこういうこと、こういうような天候になりましたけれども、本当に嬉しく思っております。幸いにも吹くことなく、いい天気になっております。本当に良かったと思います。さて、本日晴れて成人式を迎えられた皆さん、おめでとうございます。あわら市を代表してお祝いを申し上げます。またご来賓の皆様には公私ともにご対応の中、明日を担う若者たちの晴れの門出にご臨席を賜り誠にありがとうございます。新成人となられた皆様は本日名実ともに社会の責任ある一員として認められる人生の節目を迎えられました。皆さんの前途が輝きに満ちた明るいものとなりますよう心からお祈り申し上げます。さて、依然として新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない現況において、ウィズコロナ時代における新しい生活様式が求められています。今年の成人式は新型コロナウイルス感染拡大の影響の中、金津地区と阿波地区に会場を分けるなど感染症対策を講じて開催することができましたが、昨年は各種行事やイベントが中止となるなど市民生活や地域経済は一変いたしました。また北陸新幹線金沢敦賀間の開業について、当初予定していた令和5年半から1年遅れるという見通しが国から示されました。新幹線開業を地域活性化の起爆剤として捉えてきた阿波市としては極めて残念でなりません。しかしこうした中でも市では新幹線開業は市政を大きく飛躍させる千載一遇のチャンスと捉え、今後も歩みを止めることなく予定通り令和5年半の完成を目指して駅周辺整備を進めてまいります。このような中、皆さんにぜひお願いしたいことは、夢や希望そして志を持って努力していただきたいということです。私は若い皆さんの夢や希望そして志が世界、日本そして阿波市の未来を明るいものにしていくものと考えています。厳しい時代ですが、コロナに打ち勝ち3年後の北陸新幹線福井開業などをビッグチャンスとして捉えるなどし、未来に向けて大きな夢や希望を持ち、今回のテーマ前にあるように自分の志の実現に向け力強く待っていただきたいと思います。阿波市ではブリッジ
というあわら市の企業の魅力を紹介するガイドブックを作成しています。本日皆さんに配布させていただいています。この冊子でございます。このガイドブックは皆さんとあわら市をつなぐブリッジ、架け橋、また皆さんの未来、輝く未来への架け橋となり、楽しく働き幸せに過ごせる人生を歩まれることを願って作成したものです。そして県外にいる方も将来入隊していただき、皆さんの未来予想図にぜひあわら市での活躍が描かれていることを心から願っています。将来あわら市に戻っていただきたいという私の願いが叶わなくても、このガイドブックを紹介しているあわら市のことを愛し続け、あわら市の応援団でいてほしいと思います。結びに改めて皆さんの輝かしい門出を心からお祝い申し上げますとともに、揚々たる前途に向かってご健勝にてご活躍されることを心から祈念いたしまして、私のお式辞といたします。令和3年1月10日あわら市長佐々木です。終わります。続きまして、本日お忙しい中ご臨席賜りましたご来賓の方々よりお祝辞をいただきます。はじめにあわら市議会議長山田茂樹様、お願いいたします。祝辞。市議会を代表いたしまして一言お祝いの言葉を申し上げます。本日成人式を迎えられます皆さん、誠におめでとうございます。あわら市の次の世代を担う皆さんが心身ともに健やかに成長され、立派な成人になられましたことに心からお喜びを申し上げます。今年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、皆さんの学びや仕事にも多大な影響を及ぼしていくことと思われます。地域経済の危機的状況に追い込まれ、先の見えない不安とウイルスへの恐怖を感じる日々に翻弄されております。一日も早い収束を願いつつ、議会といたしましても最大限の努力をしてまいりたいと思います。さて皆様がこれまで学校や社会で学ばれましたことは、樹木に例えれば右の部分であります。大きな枝を張り立派な葉が茂るのはこれからであります。努力を惜しまず、これからの人生常に希望を持って歩んでいただきたいと思います。この阿波市に生まれ育ったことを誇りに、これからの新しい時代をご自身の手で築いて行っていただきたいと思います。今阿波市では北陸新幹線阿波温泉駅開業を控え、駅周辺整備をはじめとした特色あるまちづくりに取り組んでおります。残念ながら開業の延期が示されておりますが、この未来につながるまちづくりには皆さんのような若き人々のアイデアとエネルギーがぜひとも必要であります。どうかこのあわら市のまちづくりに大いに関心を持っていただき、皆さんのための新しい時代を築く一役を担っていただくことを期待するものであります。結びに今後とも健康に十分留意され、揚々たる前途に向かって存分のご活躍をされますことを心から祈念申し上げますとともに、本日の成人式の開催にご尽力賜りました実行委員会の方々に敬意を表し、私のお祝いの言葉といたします。令和3年1月10日、阿波ら市議会議長、山田茂樹。礼。
ありがとうございました。次に福井県議会議員笹岡和彦様、お願いいたします。あわら市金津地区新成人になられました166名の皆様方、本日は成人誠におめでとうございます。今回は大雪とコロナの中での成人式となりましたけれども、逆に皆様方一生忘れられない成人式になられたんじゃないかなというふうに思っております。そしてもっと忘れてはいけないのは、皆様方を今日までお育てになられましたご両親ご家族の皆様方の大変なご苦労、これをぜひ今日深く胸にし感謝をしていただきたいと思います。さて、長年にわたりまして地方から多くの若者が東京都市部に流出をしまして、どんどん地方が衰退をしてまいりました。地方は東京や都市部に対して人材を提供する、あるいは電気等のエネルギーを提供する、また食料を提供する、そういう大きな供給源でありましたから、その地方がこのように衰退をした結果、必ず都市部も衰退をする、そしてひいては日本全体が衰退することは日を見るより明らかでございます。そういったことに危機感を感じました福井県も、昨年新知事の下で20年後の長期ビジョンを策定をいたしました。その中で人口減少対策を最も大きな柱に据えて一生懸命今取り組んでいるところでございます。これは20年後の長期ビジョンでございますから、もちろん我々の世代のためのものではありません。ここにいらっしゃる新成人の皆様はじめとする若い皆様方のためのビジョンであります。ひいては日本全体のためのものになると信じているところでございます。現在コロナによりまして大きく世の中が変化をしております。最も大きな変化は、東京から若者たちが脱出しだしたということです。昨年の6月からコロナの感染を逃れるために若者たちがどんどん東京から地方に移住をし始めました。もちろんテレワークというものの影響もあったでしょう。あるいは多様な価値観によって豊かな自然の中でより人間らしい暮らしをしたい、あるいは家族の近くで喜びを分かち合って人生を過ごしたい、まあ、そんな思いが大きく影響して今東京の人口はどんどん減少をしております。これが一時的なものになるかどうかは分かりませんけれども、若者の価値観がそのように変わってきていることは事実だと思っております。逆に福井県とあわら市においては新しい時代がもうそこまで来ております。北陸新幹線のあわら温泉駅開業も1年遅れましたけれども、3年後にはそれが実現をいたします。あるいは国道8号線の4車線化、中部縦貫の開通、そして金津高校の前の南中央線が東に伸びて、北陸線と新幹線との立体交差を経てトリノパーク金津まで結びついていく壮大なビッグプロジェクトの立体交差、こういったものがもうすぐそこまで来ているわけでございます。皆様方はそれぞれ夢をお持ちだと思います。ぜひその夢を実現をしていただきたい、自己実現をしていただきたい。そのためにはそれに向いた適したその地で世界のどこかでお暮らしいただく、それは自由でありますけれども、どこにいてもですね、ふるさとに貢献するんだという、そんな思いをぜひ今日この成人を機に胸に置いていただきたい。いつでもふるさとのための力になるんだということを胸に刻んでいただいたら、こんなに嬉しいことはございません。あわらの建設、これからまた始まります。素晴らしい時代、ぜひ皆様方にも何らかの形で参加をいただきたいと切に願います。結びになりましたけれども、新成人の皆様方の人生に幸多からんこと、
心より記念申し上げますとともに、本日の成人式の開催に尽力されましたすべての関係者の皆様方に心から感謝を申し上げまして、簡単ですが私からのお祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。礼。二十歳の決意、新成人の皆さんはご起立ください。市長はステージ中央へお願いします。新成人を代表しまして山本真美さん、お願いします。礼。本日は成人を迎えた私たちのためにこのような式典を開催していただき誠にありがとうございます。このコロナ禍で式典を挙行することを決め、お力添えをいただいた方々に感謝申し上げます。ただいまは佐々木市長をはじめご来賓の方々より心温まるお祝いの言葉をいただき、私たち一同新成人としての決意を新たにいたしました。さて、昨年は新型コロナウイルス感染症が流行し、現在も私たちの生活を脅かしています。そんな中で私が感じたことがあります。それは自分が一つの社会に存在しているということです。自分の行動が誰かに影響を与え、さらにその人の行動がまた違う誰かに影響を与えるというように、だんだんと輪が広がっていくことを感じました。自分一人の行動が社会に大きな影響を与えるということです。マイナスもプラスもどちらも同じで周りに波及していきます。だからこそ自分が社会を担っているという自覚と責任をしっかり持ち、一社会人としてプラスの輪を広げることができるよう努力すべきだと思いました。今年の成人式は特別でとても素晴らしいものだと思います。参加できなかった人もいますが、みんなが何かを感じ、考え、そして学ぶきっかけとなったと思うからです。この時期に同じ経験をした仲間同士支え合い、どこにいても地元に活躍を届けられるよう共に頑張っていきたいと思います。まだまだこの状況は続いていくとは思いますが、これまで私たちを支え育ててくださった家族、恩師、地域の皆様への感謝を忘れず、明るい未来へ向かって大きく舞っていくことをお誓いいたします。令和3年1月10日新成人代表山本真美。会場の皆様、ご起立ください。以上をもちまして令和3年あわら市成人式を終了いたします。一同礼。新成人の皆さんはご着席ください。